ジャック・ヤング・ブラッドは、フロリダ州ジャックソンビル出身のアメリカンフットボール、選手。NFL のロサンゼルス・ラムズに14シーズン所属し、オールプロに5回、プロボールに7回選出されており、2001年に、プロフットボール伝導入りを果たした。ポジションは、ディフェンシブエンド。カレッジフットボール伝導入りも果たしており、フロリダ・ゲーターズの、リング・オブ・オーナーに、エミット・スミス、 スティーブ・スパリアー、ダニー・ワーフェル、ウィルバー・マーシャルと共に選ばれている。身長6フィート4インチで、体重は240から245ポンドと、ディフェンシブエンドとしてはそれほど大きくないサイズであった。1970年代には少なかった力と、タフさに加えて、スピードを持ち合わせたディフェンシブエンドであった。祖父は、ナスソー軍の保安官だった。10歳の時に、 先天精神疾患のため、父親を亡くした。12歳の時にアメリカンフットボールを始めた。高校時代は、オフェンシブラインマン、ラインバッカーの先発選手であり、フロリダ州のチャンピオンになったチームのキャプテンも務めた。1966年には70タックルを挙げて、州のオールチームに選ばれた。この年チームは12試合中7試合で、完封勝利、 相手に10タッチダウンしか許さなかった。1989年にスポーツイラストレーテッドはヤングブラッドをフロリダ州の高校生オールタイムチームに選んだ。フロリダ大学に進学した彼は大学入学時には195ポンドだった体重をウェイトリフティングで245ポンドまで増加させた。大学1年時に彼やチームメイトたちはロバート・ケイドが開発を進めた。 ゲータレードの被験者となった。その時のゲータレードについて彼は牛乳のような見かけでシロップのように後味の悪いもので俺たちを殺すようなものだった。と語っている。高校時代ラインバッカーだった彼は大学1年時にディフェンシブエンドにコンバートされた。2年時にはディフェンシブエンド、ディフェンシブタックルとして24タックル、4サックを挙げた。また、 空軍士官学校戦では42ヤードの FG を成功、3点差での勝利に貢献した。1969年、チームは9勝1敗1分で、ゲーターボールでは、テネシー大学を破るバン番ルワセを演じた。その試合で、ヤングブラッドは9タックル、1ファンブルリカバーの活躍を見せた。10月4日のフロリダ州立大学戦で5サックを上げるなど、 大学記録となる14サック、チームトップの66タックルを挙げた。1970年58タックル、10サックを挙げてオールアメリカンに選ばれた。この年彼はアウトランドトロフィーのファイナリストに残り、サウスイースタンカンファレンスの最優秀、ラインマンに選ばれた。この年のジョージア大学戦では10から17とリードをされた試合終盤にゴール前で、 相手 RB を止めるとともにファンブルさせてボールをリカバーした。このプレーの後チームは24から17で逆転勝利した。シニアボールでも最優秀選手に選ばれた。フロリダ大学は1970年代半ばまで q b サックを公式記録としていなかったがフロリダ大学の歴代選手の中では彼が最もサックを挙げたとみられている。 大学時代の活躍によって、サウスイースタンカンファレンスの1933年から1982年までの50年間のオールチーム、1950年から1974年、及び1961年から1985年までの25年間のオールチームに選ばれている。 1968年から1970年までの3シーズンで29サックを挙げた。彼は1971年の NFL ドラフト一巡全体20位で、ロサンゼルスラムズに指名されて3万ドルのサインボーナスを含む3年10万5000ドルで契約を結び入団した。この年彼は左デディーコン・ジョーンズの控えとなり、ジョーンズが欠場した4試合で、 先発出場した。この年、オークランドレーダースの320ポンドの巨漢タックル、ボブ・ブラウンに圧倒され、コーチに出席された。1971年シーズン終了後、ジョーンズがサンディエゴ・チャージャーズにトレードされたことから、1972年より先発選手となり、14試合中11試合で先発し、チームのディフェンシブラインマントップとなる70タックル、 6サックを挙げた。この年、フロリダ大学を卒業した。1973年、チャックノックスヘッドコーチ、レイ・マラバシラインコーチが就任すると、才能が開花し、チームトップの16.5サックを挙げて、オールプロセカンドチーム及びプロボールに選出された。彼とは、親類関係にないジム・ヤング・ブラッドが加入したこの年、ラムズのトータルディフェンス、ランディフェンスは、 NFL トップとなった。1974年、彼はチームトップの15サックを挙げ、オールプルファーストチームに選ばれた。チームもランディフェンスで NFL トップとなり、NFC チャンピオンシップゲームに進出したが、ミネソタバイキングス20から14で敗れた。1975年、彼はチームトップの15サックを挙げて NFC 最優秀守備選手に、 UPI 通信、プロフットボールウィークリーから NFL 最優秀、守備選手に選ばれた。12月23日のセントルイスカージナルストのプレーオフでは、ジムハートのパスを弾き、そのままインターセプトし、47ヤードのリターン TD を上げた。またファンブルフォース、相手のトライフォーポイントのブロック、q b サックも上げている。1976年、 チームトップの14.5サックを挙げて NFC 最優秀守備選手、オールプルファーストチームに3年連続で選ばれた。1977年、5年連続でチームトップの q b サックを挙げた。彼はプロボールにも5年連続で選ばれた。またオール NFC、セカンドチームに選ばれている。1978年、ラムズのトータルディフェンスは NFL トップとなった。 この年、彼は5年間で4度目となるオールプルファーストチームに選ばれた。1979年、自己ベストの18サックを上げて5度目のオールプルファーストチーム7年連続でプロボールに選ばれた。彼は、プレイオフ初戦となったディビジョナルプレイオフのダラスカウボーイズ戦の第2球に、左肥骨を骨折したが、サイドライン際でロジャーストオバックをサックするなど、 負傷したまま活躍する彼のプレーに対して、ジョン・マッテンらは、フットボールのジョン・ウェインだと称賛した。チームは、NFC チャンピオンシップゲームで、タンパベイ・バッカニアーズを9から0で関空。彼は、ピッツバーグ・スティーラーズとの、第14回スーパーボール、その翌週のプロボールにも出場している。1980年、11.5サックを挙げて、オールプロセカンドチーム、オール NFC。 ファーストチームに選ばれた。1981年、チームトップの12.5サックを挙げた。シーズン終了後、左腕の手術を行い、ホットドッグサイズの結界を摘出した。足の骨折や多くの怪我を負いながら、彼は201試合連続で出場し、14シーズンのキャリアでわずか1試合しか欠場していない。プロポールに7回、オールプルファーストチームに5回選出され、 スーパーボールに1回 NFC チャンピオンシップゲームに5回出場した。1977年から1984年までチームの守備キャプテンを務めた。チーム MVP に与えられるダン・リーブス賞を3回受賞した。通算で151.5サック、9シーズンにわたってチームトップのサックを挙げた。例マラバシアシスタントコーチのランをまず止めるディフェンススキームで2シーズン。 フリッツ・シュアマー守備コーディネーターの乱攻撃を主に止めようとし、パスラッシュの限られた3から4ディフェンススキームでにシーズンプレーする中での活躍であった。1983年にジョン・ロビンソンヘッドコーチが就任し、シュアマーの3から4ディフェンスが導入されると彼はポジションの選手としてはサイズが小さすぎることが懸念されたが、1983年に10.5サック。 1984年にも9.5サックを上げた。ラムズはその2年間で NFL トップのランディフェンスを誇った。1983年のニューヨークジャイアンツとの開幕戦で2サック、ニューオーリンズセインツとの最終週の試合では10、タックル、2サック、セーフティを上げた。1984年第5週のニューヨークジャイアンツ戦でも2サックを上げるとともに、 相手オフェンスに3回、ホールディングの反則を犯させて、NFC の週間最優秀守備選手に選ばれた。第10週のセントルイスカージナルス戦でも、ニール・ロマックスを3作、相手 T の 2T ・ロビンズに3回、ホールディングの反則を犯させるとともに、試合終了間際に同点を狙う相手 FG を、ブロックし、16から13での勝利に貢献した。この年の、第15週の試合で、 二週間前に痛めた背中の負傷により、彼の連続出場は途絶えた。しかし最終週のサンフランシスコフォーティナイナーズ戦、プレイオフでは復帰して試合出場を果たした。この年、ジョン・マッテンによって、オール・マッテンチームに選ばれている。この年、逆境を克服した勇気ある選手に与えられる、エド・ブロック・カレージ・アワードを受賞した。1985年。 怪我からの復帰を目指していたが、8月27日、現役引退を発表した。ストロングサイドのディフェンシブエンドとしての彼の184試合連続出場は、NFL 記録となっている。現役時代、彼はチームメイト、相手選手から尊敬されており、殿堂入りタックルのダンディ・アドルフは、自分が退治した相手選手の中で最もタフな選手で、あったと語っている。 同じく電動入りタックルのロン・ヤーリーも最もブロックするのが難しい選手であったと語っている。ボブ・ブラウン、レイ・フィールド・ライトも彼らが退治した選手の中でもトップクラスの相手であったと語っている。ラインマン以外ではフランター・ケントン、ロジャー・ストーバック、ロッキー・ブライアーが彼のことを高く評価している。殿堂入りディフェンシブタックルのマーリン・オルセンは 彼のことを完璧なディフェンシブエンドであると評価した。1985年に現役を引退後、1991年までラムズのフロントに在籍した。またラムズの試合でのラジオ解説者なども務めた。1987年、NFL 選手会のエグゼクティブディレクターを務めていたジーンアップショーに対して、ステロイドの代わりにアミノ酸サプリメントを利用するべきであると提言した。 1992年から1993年の途中までワールドリーグのサクラメントサージのフロントに1993年途中から1994年までカナディアンフットボールリーグのサクラメントゴールドマイナーズのフロントに在籍した1995年から1999年まではアリーナフットボールリーグのオーランドプレデーターズの副社長を務め 1999年から2002年までは NFL でアリーナフットボールリーグへの連絡担当を務めた。1985年にロサンゼルスラムズの50周年記念チームに選ばれた。1989年にシニアボール殿堂に選ばれた。1999年にはラムズのオール20世紀チームに選ばれた。2001年にジャッキー・スレーターと共にセントルイスラムズのリング・オブ。 フェームに選ばれた。1986年、女子バスケットボール選手のアンベイヤーズラと共に、カリフォルニア州オレンジ軍のスポーツ伝道に選ばれた。1983年には、ジムナンツ、ピーター・ユベロス、ジョン・マッケイ、ビル・ウォルシュ、ピート・キャロルと共に、オレンジ軍のスポーツマン・オブ・ザ・イヤーの候補となった。1992年、カレッジフットボール伝道入りを果たした。 1996年、NFL フィルムズは、タフガイであった100人の選手に、彼を選んだ。1999年、カレッジフットボールのオールセンチュリーチームに選ばれた。2000年8月、スポーツイラストレーテッドのポール・ジ・マーマンは、ディーコン、ジョーンズ、レジー・ホワイト、ローレンス・ステーラーに次ぐ歴代で4番目に、偉大なパスラッシャーと評価した。 プロフットボール伝道候補の資格を得てからも、なかなか伝道入りは果たせなかった。2000年にはファイナリストとなったが、38票中80%の同意が必要なところ、わずか8票しか得られなかった。なかなか伝道入りできない彼は、エミー賞をなかなか受賞できなかったヒルドラの女王、スーザン・ルッチと比較された。2001年の選考を前に、 長年伝道入り選手の投票を行ってきたボブ・オーツは彼が選出されないのはロサンゼルス・ラムズの選手であったこと、投票者の半分くらいは彼の現役時代のプレーを見たことがないこと、NFL が q b サックを1983年まで公式記録としていかなったことなどを挙げ、彼より優れたディフェンシブエンドはディーコン・ジョーンズだけであり、 その時点で殿堂入りを果たしているバックブキャナン、リーロイ・セルモン、ハウィー・ロングよりも優れた選手であったとコメントした。彼は非公式記録で145サックを挙げていた。2001年、ロニアーリー、リンスワン、ジャッキー・スレーター、マイク・マン・チャック、マーブリー・ビー、ニック・ブオニコンチと共にプロフットボール殿堂入りを果たした。1986年にはテレビ映画、 CAT スクワット、タイゲリラ特別襲撃班に出演。その続編のテレビ映画、CAT スクワットに、国際テロパイソン、ウルフの挑戦状2988年に出演した。ありがとうございます。